よいしょ。パワーハウス、どうも、ロビンでーす。はい。はい。いやー。辛いっすねー、ほんと。いやー、まあツイッターにね書きましたけど、また脱臼しました。いやー、辛いのがその脱臼したっていうことよりかは、あ、もう本当に癖になってんだなみたいな。でこれはもう、そう、支障が出るなみたいな。まあ、怪我何回かね、はい、何回か、まあ、今年入ってからすごいしてんす、怪我。よく考えたら多分人生で一番怪我してるなと思って、この1年の中で。だって、いや、数えてみるとあばらひび2回やってんすよね、よく考えたら。今年入ってあばらひび2回で、脱臼が多分4回ぐらい、だから6回ぐらいの怪我。いやね、だってまだ半年ちょいとかっすか。その結局やっぱりこうちょっと落ち込みやすいのが、やっぱこう YouTube やってるから、その怪我するとね、大きく影響するんですよね。そのしかも YouTube じゃなくてスケボー YouTube ですから。で、怪我するといろいろで、しかも最近はね、大会に出たい。まだ全然ね、大会に出るためのスキルは全然ないのに、こうやって怪我してしまう、し、まあ、あとある人に言われたんですけど、やっぱ年も来てるんじゃないですかっていう話で、確かになーと思ってね。まあまあ、いろいろね、今こうやってマイナスになってるから、いろんな言い訳もね、こう受け入れやすい状態にあるのは間違いないんですけど、いやーねー、もうちょっとタイトルに書いてある通り、ちょっとスケボーやめようかなって頭よぎりましたね、普通に。まあでもね、やめないっすよ、はい。まあ今落ちてるだけでね、はい。まあネガティブになったらね、いろいろこう極端なね発想は頭にね思い浮かぶけど、まあ冷静になってくると、いや、スケボー好きだしみたいなね。いやー、まあ今まで2人でやってたものを今1人でやってる重みもね、で最初から1人でやってる人からしたらそこは何もね感じないと思うんですけど、僕はやっぱり2人でやってた、だから今1人でやってる分、2人でやってた時の良さとかいろいろ感じちゃうし、はい、とりあえず前進するためにですね、いや、手術はそもそも嫌なんですよ。怖いから。いや、その時に来た、その時まで来たら考えます。なんかもう聞いた話だと、寝て起きたら外れてるみたいな人がいて、もうその人はさすがにもう手術したっていう話ですけど、整骨院の方と話して、なんかやっぱ手術はやっぱり不自然なものだから、やっぱりあまり良くないっていうね。まあだってネジを入れるわけですから、だからやっぱり一番いいのはそうやって自然に治していく。で、まあその自然にっていうのは、その筋トレですよね、インナーマッスルね。で、まあもうね、こんなね、そもそも筋トレ好きな人間だったらこんなデブじゃないんで。だからね、むずいんですけどね、縄跳びもほらやろうとして結局あれ終わってましたから、まあそうですね。だから僕がそれできるかわからんけど、でもスケボーやるんだったらやるしかない。一応ね、こうそのために買ったやつじゃないけど、ゴムがあるんでね、
やるしかないっすよね。はい、だからインナーマッスル鍛えて、まあ、またちょっとね、整骨院の方にいろいろね、相談してアドバイスもらったりとか、まあ、そういうのをまずしたいですね。はい、でまぁ、ちょっとね、こんな落ちてる僕にとって、まあ一番いい薬になるのはご飯なんで、はい、ちょっともうね、作る気力ないんで、ラーメン食べに行きましょう。はい、味噌ラーメン、はい、ちょっと最近味噌ラーメン食べたいです暑いからなんかね、塩分欲してんのかな。はい、ちょっと行きましょう。イエーイ嘘っす行きましょう、行きましょう。しただけなのに、いやもう夏っすね。はい、もう見えてきました。はい、着きました。じゃあちょっと恒例のご飯の時間でございます。はい、食べましょう。